はい、どうもです。一応ね、とりあえずのとりあえずで、ね、できましたね。3分に1回この、リレー、このリレーでこれを2回押したことにするね、こんな風にして、まあ起動するんですけども、このここにねマイクがあって、このマイクで音を拾ったらこいつが動くんですよ。だから、コメントの声が、まあ、ここに入るようにしとけばね、ここに辺スピーカー置いといて、でこの辺に、水槽のこう壁を置いといたらね、ゴン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 こうこのひまわりさんが、水槽を叩くのではないかということですね。で、ここいっぱい線が出てるんですけども、これスピーカーケーブルです。で、これが、PC の方の、レックインにつながってます。で、電池駆動だとすぐ電池、電池がなくなるんで、AC アダプターを無理やりこう自作でつけてます。で、リレーですね。このスイッチを押したことにしないと、これが動か、2分に1回これをやらないと動かないんで、Arduino で2分、2分じゃない、2分50秒に1回、これがね、カチカチってこう、これを2回押したごとにするようにしてるんですが、で、プログラムがこちらなんですけれども、もう単純に、2回押して、で、ここで2分50秒待つと。これちゃうな、2分50秒ちゃうわ、ちょっとこれ計算間違いですけれども、もうちょっと調整しますけれども、とりあえずこれで動くはずで、ちょっとこれで様子見ます。で、最終的に、水槽の前に持っていくのはちょっと、ちゃんと実験してからにしようと思うんですけれども、一応これでいけるかな、多分いけるはず。ちょっとこのリレーがちゃんと動くところをね確認したいんですけど、ちょっとリセットしてみますね。動きましたね。で、2分経ったら、またカチカチって言うかどうかなんですね。ちょっと放置します。こんな歌まで歌っちゃうんです。これ YouTube 的に大丈夫かな。まあ大丈夫だと思うんですけどね。で、今カチカチ言うたね。あ、言いましたね。お。あー、あかんわ。これ2回やったら必ずこれか動くやん。どうしようかな。ちょっとまたちょっと改善の余地ありですね。研究します。はい、どうもです。ちょっとね方針を変えました。これね、金ちゃんに今まで、声を、与えつつ声でね語りかけてきたこのスピーカーユニットなんですけどね、ちょっとバラしました。で、このスピーカーユニットのこのスピーカー出力をなんとかしてですね、このひまわりさん、このひまわりさんのマイク、ここにマイクあるんですけども、このマイクに、こう直接ね、こう与えてやろうというふうに思います。で、これができればコメントの音声でこのひまわりが直接駆動できるんじゃないかなと。で、水槽の周辺に音をね撒き散らすことなく、それをね
実現できないかなというふうにちょっと方針を変えますんで、ひまわりさんの声はちょっともうあの皆様に届ける必要はないんじゃないかなと。あくまでも重要なのは皆様からのこのコメントの声がこのひまわりの挙動になって金ちゃんに物理的な衝撃としてね加わる。これが重要なんでね、ちょっと方針を変えます。ちょっといろいろ試行錯誤します。デリーキックトゥゴー、デリーキックトゥゴー、チャンネル登録しないでね、ホーバットボタンを押しときな、はぁ、デリーキックトゥゴー、本当は登録してほしいな、グッドボタンポチッとな、はぁ、もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね、はぁ、グッドボタンもよろしくね、はい、本当は登録してほし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 い。